元白鵬宮城の親方の断髪式にスティーブンセがある、学徒、巨人原監督ら主な出席者。大相撲、白鵬引退相撲、28日東京両国国技館2021年秋場所後に引退した元横綱白鵬の宮城の親方、37が、曲げ姿に別れを告げた。約280人が参加しての断髪式が行われた。森吉郎氏や鳩山幸雄氏といった首相経験者のほか、米英が、 沈黙の戦艦1992年などで知られる米俳優スティーブンセがある、歌手の学徒、吉幾蔵松山千春、プロ野球巨人の原辰則監督、X ジャパンの吉木、豊田自動車の豊田昭雄社長など早々たる面々がハサミを入れた。最後は各界入りに導いた師匠の間垣親方、元前頭竹馬さんが止めハサミを入れた。主な出席者は以下の通り、森吉郎、元師匠、鳩山幸夫、 元首相西村康稔経済産業省鈴木治放送作家スティーブンセがある米俳優学と歌手吉幾三歌手松山千春歌手吉木 XJAPAN 春間士公平元横綱中村獅童歌舞伎俳優原辰徳プロ野球巨人監督豊田昭夫豊田自動車社長軽省略